どうも皆さんこんにちは。本日も何卒よろしくお願いいたします。さあそれでは本日ですが、まあ、ちょっとだけ前のものもあるんですが、最近スニーカーズのリストックで購入したスニーカーをまとめてご紹介しようと思います。ではでは毎度のことですが、量だけは結構ありますので早速開封していきたいと思います。はい、ということで見ていきましょう。最近は昔みたいに粘ってリストックを買うというよりは、まあ人気もそこまででほぼリストック確定みたいなものとか、まああとたまたま夜中に目が覚めて拾えたりみたいな感じなんですが、まず1点目出していきたいと思います。では1点目ですが、ボックスはこちらになります。店面に大きくジャンプマンでフライトのテキストも記されているということで、こちらはジョーダン4のボックスとなっております。ということで1点目は AJ4 から先日リリースされてかなり話題になった一足となっております。それでは中身を見てみましょう。1点目のスニーカーがこちら、ナイキエアジョーダン4ブレッドリーイマジンドでございます。はい、ということで1点目は2月にかなり話題になった AJ4 でした。まあ、ちょっと乱暴にざっくり言っちゃうと、 AJ4 のオリジナルカラーのブレッドがレザーアッパーになって復刻されたみたいな一足となっております。で、全体はブラックベースのレザーになっていまして、ところどころにレッドが差し色でグレーもみたいなカラーになっております。あとヒールはジャンプマンではなくてナイキのロゴになっているというのも大きな特徴です。え、ちなみにこれなんですが、夜中に目を覚ましたちょうど4時前ぐらいに、もしかしたらリストックあるかもと思って10分ぐらい起きてたらちょうどリストックがあって、そこで買えたみたいな一足となっております。いや、本当に当日買い逃していたのでラッキーというような気持ちもありつつ、なんかキャンセル食らうんじゃないかとか心配してたんですが、無事に届いて今ホッとしております。ではでは次行ってみましょう。それでは2点目見ていきたいと思います。2点目のボックスはこちらになります。こちら全体がオリーブに近いようなグリーンの中に、おなじみのナイキロゴが店面に大きく書かれている取り外し型のボックスということで AJ1 のボックスとなっております。で、あとこんな袋が入っておりまして、中にはジャンプマンのキーホルダーですかねが入っております。ということで2点目はあの毎年恒例のパックで登場した AJ1 となっております。それでは中身を見てみましょう。2点目のスニーカーがこちら、ナイキエアジョーダン1ロー OG チャイニーズニューイヤーでございます。はい、ということで2点目は AJ1 ロー OG のチャイニーズニューイヤーでした。全体はオーバーレイがこのオリーブっぽいグリーンに辰年ということで、竜の鱗のような型押しがされていまして、アンダーはホワイトで、スーシュにレッド系のカラーと、あとヒールにはゴールドがあしらわれているというような感じになっております。あとアウトソールはクリアですね。で、この色使いとかめちゃくちゃチャイニーズニューイヤーっぽいなと思っています。で、これについては当日スニーカーズでは買えなかったんですが、余裕でリストックされていて、まあなんなら今も全然余裕で買えるぐらいの余り方をしてるんじゃないかなと思います。で、このパックのジョーダンが国内で取り扱いあったというのも、まあ少し珍しいといえば珍しいですし、まあそれを抜いたとしても個人的には結構いいなと思ってるんですが、全く人気がなくてびっくりでした。まあまあともあれ買えてよかったなと思っている一足です。では次行ってみましょう。はい、それでは3点目開封していきましょう。3点目のボックスはこちらになります。はい、紫のボックスということで、こちらおなじみの方も多いと思いますが、ナイキ SB のボックスになります。ということで3点目は SB からあの人気モデルとなっております。それでは中身を見てみましょう。3点目のスニーカーがこちら、ナイキ SB ダンクローウィートでございます。はい、ということで3点目は SB ダンクローのウィートでした。まあその名の通りにはなりますが、全体はアッパーがウィートカラーのスウェードベースになっておりまして、シューレースにシュータンもワントーンの構成となっています。で、シュータンラベルのナイキ SB のロゴ、あとはミッドソールがダークブラウンになってまして、アウトソールはガムソールという感じの全体像となっております。で、これ 2,3 年前ぐらいですかねにリリースがあったものの再販となっていまして、まあ再販のさらにリストックみたいな感じで最後の受け皿的に変えたような一足でした。まあ SB も人気が一段落という感じで落ち着いていたから変えたんだろうなとは思います。ちなみになんかネットではこれ前回販売されたものより色が全体的に薄いんじゃないかとか言われていまして、まあ自分のを見ても割と色は薄い感じになっているかなと思います。ではでは次行ってみましょう。それでは4点目開封していきましょう。4点目はこちらのボックスとなります。店面にかなり大きくロゴが書かれている中に、バルセロナとチューンドエアのロゴも記されているというような感じになっております。で、側面には二重になった数字が書かれていたりと、まあかなり特別感のあるスペシャルボックスとなっております。ということで4点目はあのトリプルコラボのエアマックスとなっております。それでは中身を見てみましょう。4点目のスニーカーがこちら、パタ FC バルセロナナイキエアマックスプラスでございます。
はい、ということで4点目はパタとバルサのマップラーでした。全体はアッパーがまさにバルサという感じの配色のグラデーションになっていまして、数種も二重となっています。あとはブラックが全体を引き締めているというような感じで、頭部分とライナー、あとミッドソール周りに配色されています。あとデュブレーにはバルサのロゴが、で集団ラベルにはパタのロゴがあるような感じで、トリプルコラボ感というのも十分楽しめるような一作になってるんじゃないかと思います。で本当はこれか、あの25周年記念のマップラが欲しかったんですが、まあどちらも買い逃していたというところに、こちらのマップラをリストックで拾えたような感じでした。でやっぱりマップラ結構好きなので、なんかこうピンポイントでいいモデルが出たら欲しいなと思っていたところだったので、これ買えたのは本当嬉しかったですね。でこの後オリジナルカラーも復刻されるという話もあるので、そちらも楽しみにしていきたいと思います。ではでは次行ってみましょう。はい、それでは5点目開封していきましょう。では5点目ですが、ボックスはこちらになります。こちらオレンジのボックスになっておりまして、天面には同色でナイキロゴで、サイドには特徴的なナイキのロゴが途中で切れた感じのボックスとなっています。ということで5点目はあの人気コラボの一足となっております。それでは中身を見てみましょう。5点目のスニーカーがこちら、サカイナイキマグマスケープバーシティロイヤルでございます。はい、ということで5点目はマグマスケープの青でした。簡単にモデルのご紹介しておくと、フットスケープとマグマというナイキの名作をドッキングしたようなハイブリッドモデルというような形になっております。全体像としては、前部分のフットスケープメインのところはブルーがベースとなっていまして、アンクル部分のマグマの部分はブラックという感じになっております。カラーも明確にフスケとマグマの部分で分かれているというような感じの見た目かなと思います。でこれ茶色だけ当日スニーカーズで変えてたんですが、青と黒に関しては変えておらずでして、まあただプレネもついてなかったので、まあどっかでリザーブとか大型リストック来るかなと思ってはおりました。で来たら買いたいなと思っていたところに、ちょうどリザーブが来てたんですが、まあそのタイミングでは気づいておらず、後追いでも全然買えたというところで購入した感じになっております。ではでは次行ってみましょう。はい、それでは6点目開封していきましょう。では6点目ですが、ボックスはこちらになります。まあ先ほどと同じボックスとなっておりますので、ここは割愛して早速開封していきたいと思います。ということで6点目は先ほどのコラボの別カラーの一足となっております。それでは中身を見てみましょう。6点目のスニーカーがこちら、サカイナイキマグマスケープブラックでございます。はい、ということで6点目はマグマスケープの黒でした。先ほどと同じモデルなので、簡単にだけご紹介すると、全体像としては前部分のフットスケープメインのところが黒赤で、アンクル部分がブラックという感じで、全体的なトーンとしてはかなり黒という印象の一足になっています。でこのブラックだけが日本限定ということらしく、当時の人気も一番だったんじゃないかなと思います。で私ももともとこのブラックが一番欲しかったです。でこれもリザーブで完売になった後、普通にリストックされていて、まあ、ちょっと余ってたような感じで、まあこれで一応3色揃ったというような感じです。で全部揃えてみて、どれが一番なのかなっていうのをちょっと自分の中でも考えてみたんですが、個人的にはブラックとブルーがほぼ横並びで、まあビサでブルーの方かなと思いました。まあ単純に他の2カラーと比べて、マグマとフットスケープのドッキング感みたいなところが一番強いかなというところが理由です。でもまあこのブラックっていうのも個人的にはいい感じだなと、もちろん思ってはおります。ではでは次行ってみましょう。それでは7点目開封していきましょう。次が最後の一足となります。では7点目ですが、ボックスはこちらになります。はい、ホワイト系のカラーがベースになっている中に、イエローのナイキロゴで蓋が取れるボックスということで、こちらは AJ1 のボックスとなっております。ということで7点目は鮮やかなカラーが目を引くジョーダン1となっております。それでは中身を見てみましょう。最後になります。7点目のスニーカーがこちら、ナイキエアジョーダン1レトロハイ OG イエローオークルでございます。はい、ということで最後の7点目は AJ1 のイエローオークルでした。全体はオーバーレイがイエローで、アッパーがホワイトで、スーシュとアンクル部分、ウィングロゴがブラックとなっております。まあいわゆるシカゴのカラーパターンという感じの構成でしょうか。でイエローの色味としては、発色が強いというよりはやや落ち着いた寄りの色味になっていまして、まあ、ちょっと語弊あるかもですが、山吹色とかに近いかもしれません。で個人的にはシカゴのカラーパターンが好きというのもあって、このイエローオークルもかなり刺さる一足ではあるんですが、どうやら思ったよりは人気もなさそうで、海外とかだと割と余っているっぽいですね。まあいろいろなところで言われていることではありますが、このカラーが売れ残るとなると、ジョーダンはもう割と厳しい時期なのかもしれません。ではではスニーカーは以上となりまして、最後にちょろっとまとめをしたいと思います。はい、ということでちょっと前から最近でスニーカーズのリストックで購入したスニーカーは以上となります。
まあ、最近はリストックもあのリザーブとかで出てくることも増えましたし、まあ、そこでも人気なのはほぼ買えなくて、まあ、残っているものを買っている感じなので、今回もいやこれレアだなみたいなものは少なかったのかなと思います。とはいえ欲しいものがシンプルに買えているということなので、状況的には嬉しいといえば嬉しいかなとは思いつつ、まあ、やっぱり盛り上がりがなくなるっていう意味で言うと少し寂しいような気もしております。という感じで、個人的には欲しいものでリストックがあれば今後も買っていこうと思っていますので、またそちらも見ていただければ嬉しいです。はい、ということで本日はスニーカーズのリストックで購入したスニーカーをまとめてご紹介しました。今後もいろいろなスニーカーをご紹介していきますので、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。